皆さんこんにちは、シャルムです。私の住んでる地域なんですけれどもね、今日はとってもお天気がいいです。嬉しいですね。お天気がいいと気分が晴れやかになりますよね。はい、ということなんですけれども、皆様のお住まいの地域はいかがでしょうか。埼玉に住んでるね、私のお友達から、連絡が来たんですけれども、埼玉はとっても寒いっていうふうに言ってたんですけど、そうなんですかね。私、広島ですけれどもね、今日はとってもお天気もいいし、暑いくらいの陽気なんですよね。心地よい陽気です。はい、皆様のお住まいの地域、いかがでしょうか。うん。はい、というわけでね、ゴールデンウィークが終わりましたけれども、皆様ゴールデンウィークはいかがお過ごしになられましたでしょうか。家族と親戚に会ったり家族に会ったりっていうこともあってね、忙しく過ごされた方もいらっしゃると思うんですけれども、私はね、ゴールデンウィークはね、ライブ配信三昧でした。まあ、ライブ配信三昧っていうほどたくさんライブやってないんですけれども、今回ゴールデンウィークが10日ほどあったらしいんですけれども、その中で3回ライブ配信をやらせていただきました。で、私のライブ配信って通常は毎週金曜日夜7時から9時までお送りさせていただいてるんですけれども、3回ともお昼にライブ配信させていただきました。お昼2時から4時までっていう風にね、ライブ配信やらせていただいて、皆様とね、いろいろお話しさせていただきました。私ね、その夜7時から9時までライブ配信やらせていただいてるんですけれども、その時間帯っていうのは、主婦の方はすっごく忙しい時間帯なんですよね。私の視聴者様って主婦の方が多いので、家のことね、お料理作ったりね、家のことやりながらラジオ感覚でね、私の、ライブを聞いてくださってるっていう方が多いんですけれども、その、ゴールデンウィークの間はね、3回ともお昼2時から4時までライブ配信やらせていただきましたので、ゆっくり参加することができたっていう、そういうお声もいただいております。ライブ配信ご参加いただいた皆様、本当にありがとうございます。うん。で、まあ、ライブ配信でね、話題になったのは家族の話とかなんですけれども、まあね、幸せな家庭を築いていらっしゃる方もいればね、お子様をね、医療事故で亡くして、もう大変悲しい思いをされたっていう方もいらっしゃいました。はい、私はね、結婚してないし、子供もいないんで、その子供を持つっていうことがどういうことなのかっていうのが全く想像がつかないんですよね。つかないんですけれども、まあね、独り身で気楽な人間なんですけれども、まあ私にはね、甥っ子と姪っ子がおりますのでね、まあその二人がまあ私にとって子供みたいなものかなっていうふうには思っております。甥っ子はね、すごく人懐っこい子なんですよ。もうね、小学校今何年生なのかな、あの子。3年生か4年生ぐらいなんですけれども、なんかね、未だに私にね、こんな感じで抱きついてきたりね、アイラブネーネーとかって言ってくれたりとかするんですよ。すごい可愛い子なんですよ。で、知らないおじさんとかに、でもね、おはよう、おはようって言ってね、挨拶するようなね、可愛い子なんですよ。うん。ほんとね、やっぱり子供って持って生まれた性分っていうのがあるのかもしれませんよね。うん。甥っ子はね、そういうふうに人見知りの全くしないね、明るい元気な子なんですけれどもね、それに対してね、お姉ちゃんの方のね、姪っ子なんですけれどもね、姪っ子が中学生になるんですね。中学生なんです、今。はい。で、お年頃っていうことでね、なんかね、この間久しぶりに会った時はね、なかなかお話ししてくれなかったんですよね。うん。でも、その姪っ子もね、小さい時はね、もう私にべったりまとわりついてくるような子供だったんですよ。ほんとね、うん、それがね、中学生になってね、
まあちょっと人見知りするようになってしまってね、ちょっと寂しいかなって思うんですけれどもね、あのまあね、メインもね、そのうち高校生、大学生とか社会人とかになったらね、また変わってくるでしょうしね、今はあのめいっ子とおいっ子の成長を見届けたいと思います。はい、それでね、あのそのライブ配信の中でね、その家族以外の話で盛り上がったのが回転寿司の話でした。あのね、私あのゴールデンウィークの最終日にあの両親と一緒にあのかっぱ寿司に行ったんですよね。はい、私の家の近くにはね、かっぱ寿司しかないんでね、あのかっぱ寿司に行ったんですけれども、あの北海道に住んでる視聴者様からね、トリトンっていうね、回転寿司のお店がいいっていう風にお伺いしたんですよ。そうしましたらね、私あの食べ飲み動画をね、見るのが好きなんですけれども、あの食べ飲み動画を配信しているケニチさんっていう方がいらっしゃるんですけれども、その方の動画でね、トリトンでね、食べ飲みしてる動画をね、配信してるのをね、発見したんですよ。で、見てましたらね、トリトンって職人さんが握ってくれる回転寿司屋さんなんですよね。うん。で、ネタも大きくて、なんかね、聞いたってか、その、ケニチさんが言うには、回転寿司でね、顧客の満足度ナンバーワンのお店なんですって。はい、それ見てね、私、北海道行く機会があったら、トリトンに行ってみたいっていうふうに思いましたね。はい、とってもね、いいお店じゃないかなって思います。ね、このようにね、ライブ配信をやっておりますとね、いろんな話題で盛り上がって、私の知らない世界をね、視聴者様に教えていただくっていうことがね、多々あります。はい。で、視聴者様も他の視聴者様のお話を聞いて、そうなんだ、すごいねっていうふうに思うこともあると思いますのでね、ぜひライブ配信ご参加ください。はい、そのライブ配信なんですけれども、明日5月10日の金曜日、夜7時から9時までライブ配信をやらせていただきますので、お時間のあります方はぜひぜひご参加ください。よろしくお願いします。はい、それでね、私先日の動画配信で、やっとね、博多阪急で買ったビビアン・ウェストウッドのお洋服と、丸井で買ったモアメーム・モアティエのお洋服を紹介させていただきました。そうしましたらね、たくさんの視聴者様からね、すごいシャルムさんに似合ってるよって素敵ねっていう風に言っていただきました。ありがとうございます。私ね、地方に住んでますからね、私の住んでる、町にはね、ビビアン・ウェストウッドのお洋服なんて売ってないんですね。はい、ないんで、旅行に行くとね、私ね、ビビアン・ウェストウッドで買い物することをすごく楽しみにしてるんですよ。うん。今までね、大阪、神戸、博多っていう風に行かせていただきまして、ビビアン・ウェストウッドでね、お買い物させていただいたんですけれどもね、今日着てるお洋服なんですけれどもね、これはね、神戸の阪急で買ったビビアン・ウェストウッドのワンピースです。これいかがですか？可愛くないですか？可愛いですよね、これ。すごい気に入ったんですけれどもね、これをね、神戸の阪急で、お友達と一緒に選んでもらってね、買ったっていう、そういう思い出があります。はい。ね、ビビアン・ウェストウッド、ほんと可愛いですよね。うん。お値段がね、まあ、お値段、このワンピースはね、3万円しなかったんでね、まあ、ビビアンにしては手頃かなっていうふうに思います。これもね、とっても着やすくってね、気持ち、とってもね、着心地がいいですよ。うん。はい、それでね、あとね、モアメームモアティエでも買い物させていただいたんですけれどもね、今回ゴスロリ系のお洋服を買う予定は全くなかったんですけれども、それでもたまたまね、お店丸井の中をね、歩いてたら、モアティエを扱ってるお店を発見したのでね、もう吸い寄せられるようにね、お店の中に入っていきました。はい。でね、まあ、モアメームモアティエといえばね、もう、
マリス・ミゼルのマナ様っていう方がやってるブランドなんですけれどもね、あの方はゴスロリの教祖って言っても過言じゃない方ですよね。うん、あの人がゴスロリを広めたって言っても過言じゃないと思うんですよね。うん、とっても素敵な人です。うん、素晴らしいですね。はい、モアティのお洋服変えたのはね、とっても嬉しかったですよ。はい、というわけでね、10分間、喋り、通しましたけれども、毎週木曜日はね、このようにフリートークをお送りさせていただいておりますので、ぜひとも私の動画ご視聴いただきたいと思います。はい、というわけで、今日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。気に入っていただけた方は、チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いいたします。それでは、また明日、ライブ配信でお会いしましょう。シャルムでした。